こんにちは、綺麗になるというチャンネルのぐんちです。アレンジから見たい方はこちらまで飛ばして見てみてください。はい、というわけで今日のテーマはこんな感じの大人向けぴっちりヘアアレンジです。綺麗にすっきりまとまるっていう意味で大人向けっていう表現をしたんですけど、年齢関係なくやっていただいてもちろん大丈夫です。服装や自分の好み TPO に合わせてぜひやってみてください。ピンを使わずにサクッとできる、そしてほぐさなくても OK なまとめ髪に仕上げています。ぜひいろんな方にやっていただけたら嬉しいです。というわけで早速使うものとかも含めてヘアアレンジ解説していきます。ではスタート。はい、というわけで使うものはまずこちらシリコンゴムです。でゴムの選び方としては自分の髪色に合ったゴムの色を選んであげるのがおすすめです。まあ、そうすることでゴムが見えてしまっても目立ちにくくなります。ちなみに私が愛用しているのは PU バンドっていうシリコンゴムです。一回使っただけじゃ切れにくいし、量もたくさん入っていてコスパもめちゃくちゃいいです。縛っている途中にゴムが切れちゃうっていう方はぜひチェックしてみてください。楽天とか Amazon とかでも買えるんですけど、探すのがめんどくさいなっていう方はこの動画の概要欄の愛用品まとめている URL があるので、そちらからぜひチェックしてみてください。あともう一個、アメピンを使う代わりにミニクリップを使用していきます。こういったちっちゃめのヘアクリップです。パカッと開いて留めたいところにセッティングしたら閉じるっていうだけで簡単に髪の毛を留めてくれるので、アメピンが苦手な方とか職場でアメピンが使えない方、アメピンの代わりにミニクリップを使ってあげると難易度がグッと下がります。じゃあ使うものは以上になるんですが、アレンジ前はスタイリング剤をつけていただきたいなと思っているので、今日もこちらルフトケアデザインワックス D、 こちらのワックスを私はいつも使っています。ちなみにこちらは私とルフトさんで共同開発させていただいたワックスになります。香りにこだわったり程よく指に引っかかってくれるような仕上がりになっているので、アレンジいっぱいやるよとかっていう方はぜひチェックしてみてください。こちらも楽天や Amazon で購入できるんですが、この動画の概要欄の愛用品まとめている URL にこちらも載せておきますのでチェックしてみてください。じゃあ本当に使うものは以上になりますので、ここからヘアアレンジを解説していきます。で、終始後ろ姿になりますので、今日もこちらで解説しながら分かりやすくゆっくり丁寧にお伝えしていきますので、今お時間がある方はこの動画を見ながらぜひ一緒にヘアアレンジ挑戦してみてください。じゃあやっていきます。なるってよ。髪全体にスタイリング剤をつけます。今回はまとめ髪になるので、頭の上から毛先までしっかりとワックスをつけてあげてください。後ろに手ぐしをしながらまとめてあげるといいです。ちなみに私はいつもこのくらいの量をつけています。耳前の髪を後ろで縛ります。大体このくらいを分けています。縛ります。真ん中の髪はなるべく一緒に縛らないように注意しながらやってみてください。縛る位置は上すぎる位置ではなく、耳より下くらいか耳くらいの位置で縛ってあげましょう。くるりんぱします。毛先を上から下に空洞に向かって通していきます。毛先を2つに分けてギュッと締めてください。全部まとめて毛先で縛ります。毛先をくるりんぱの中に入れます。ここをミニクリップで留めていきます。一つだと少し物足りない感じがするので、二つで今回は留めていきます。つるっとした髪と先ほどくるっとしたところの髪を一緒に挟んで留めてあげれば OK です。こんな感じで完成です。
はい、というわけでいかがでしたでしょうか。今日はくるりんぱして髪をまとめて留めるっていうアレンジをやってみました。ほぐさなくてもピッチリ仕上がるし、すっきりと綺麗にまとまるアレンジになっているので、和装とかこれからの季節浴衣とかにも使っていただけるんじゃないかなと思います。ぜひやってみてください。でもしわからないところとか質問リクエストだったりそういうのがあればコメント書いていただけると私がなるべく目を通して返信しておりますので、ぜひコメントもたくさんお待ちしております。はい、というわけでまた皆様も私も綺麗になれるような動画配信していきますので、チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いします。あとはインスタグラムもやっております。概要欄に URL 貼ってありますのでチェックしていただけると嬉しいです。では今日も動画この辺で終わりにしたいと思います。バイバーイ。